イーストミッドランズ空港はイギリスはイングランドのミッドランド東部レスターシャー州キャッスル・ドニントンにある国際空港である。空港はもともと1943年にイギリス空軍の RAF キャッスル・ドニントン基地として建設され、1965年に民間空港として再開発された。イーストミッドランズ空港は JET2.com やライアンエアーなどの格安航空会社や国内外の比較的短距離の路線に就航しているツイエアウェイズなどのツアーオペレーターの拠点空港としての地位を確立している。また、フライビート・トーマスクック航空の拠点空港でもある。2008年の旅客数は560万人でピークに達したが、2015年には約450万人まで減少し、 旅客数では、イギリス国内で11番目に多い空港となった。また、2016年の航空貨物取扱医療では、ロンドンヒースロー空港に次いギリス国内で2番目に多い空港となった。空港は、グレーターマンチェスターの10区が管理するマンチェスター市議会が支配権を保有している、イギリス最大の空港運営者、マンチェスターエアポートグループが所有。 運営を行っている。RAF キャッスルド・ニントン基地は第二次世界大戦中の1943年にイギリス空軍基地として開設された。飛行場は2つの格納庫と3本のコンクリート舗装された滑走路を持っており、南東におよそ9マイル地点に位置する RA 海ワイムズウールド基地への衛星飛行場として機能していた。当初、 飛行場では28作戦訓練部隊がビッカースウェリントンに登場する隊員の訓練を行っており、続いてあと2382輸送転換部隊と解消される108作戦訓練部隊がダグラス C-47 に登場する隊員の訓練を行っていた。その後飛行場は閉鎖され、1946年に空軍基地は廃止された。 ホリデーチャータービンとして寄港したブリタニア航空のボーイング7371982年撮影1964年旧 RAF 基地の敷地は地方自治体当局の共同事業体によって購入され建築工事と滑走路への投資の使用プログラムが開始された。飛行場はイーストミッドランズ空港に改称され1965年4月に開業した。 本社がドニントンホールに移転した1982年まで、ブリティッシュミッドランド航空が空港に本社を構えていた。また、ブリティッシュミッドランド航空は整備基地も空港に置いていた。2004年に空港はノッティンガムイーストミッドランズ空港と改称されたが、この改称は物議を醸した。しかし、この名称は長続きせず2006年12月8日に、 イーストミッドランズ空港へと戻された。2016年、イーストミッドランズ空港は30万100トンの貨物を取り扱い、ロンドンヒースロー空港の154万トンに次いで、イギリス国内で2番目に多く、貨物を取り扱った空港となった。DHL アビエーションは、イーストミッドランズ空港に大規模な専用施設を有しており、宅配会社のユナイテッドパーセルサービスと TNT、 NV は空港を貨物の輸出入の拠点として利用している。以下の航空会社がイーストミッドランズ空港への定期便、チャーター便を運航している。旅客便4社が商店空港、貨物便2社が拠点空港としている。空港の南、ターミナルの隣に位置するイーストミッドランズ空港の航空管制塔、空港ターミナルビルチェックインホールイースト、 ミッドランズパークウェイ駅空港は M1、M42、A50 などの道路の近くにあり、高速道路網への接続が良好であるため、ミッドランドの主要な人口密集地に簡単にアクセスすることができる。空港は2010年に出発ラウンジの近くに車の乗客を降ろすために1ポンドの料金を徴収するようになり、2016年5月に料金は2ポンドに引き上げられた。 また、10分を超えてエリア内で駐車した場合は1分ごとに1ポンドの料金が請求される。長時間駐車したい場合は、空港からバスで五分の場所にある長期駐車場に止めることができ、最初の1時間は駐車料金が無料となる。また、近い位置に短期駐車場もあるが、こちらは30分ごと3.5ポンドの料金が請求される。 空港からは直接鉄道網やノッティンガムトラム網にアクセスすることはできない。最寄りの鉄道駅は 6.4km 先のイーストミッドランズパークウェイ駅でレスター、ダービー、シェフィールドノ、ノッティンガム、ロンドンへの定期列車が発着している。駅と空港を結ぶシャトルバスは運行開始後間もなく廃止されたが2015年にはエディートカーズによってミニバスが1時間ごとに シャトル運行を開始した。また、駅前にはタクシー乗り場があるためタクシーで空港へ向かうことも可能である。まだ計画の初期段階であるが、ロンドン・ユーストンからバーミンガム経由でイングランド北部へ向かう HS に鉄道の予定ルートでは、リーズ支線がイーストミッドランズ空港直近にへ乗り入れる予定である。近地バスとトレント・バートンが運営する。 スカイリンクサービスが頻繁に運行されている。近地バスはラフバラー経由でレスターとダービーを結ぶ路線、トレントバートンはビリーストン、ロングイートン経由でノッティンガムとラフバラーを結ぶ路線を運行している。どちらのバスも毎日運行で、日中は20分間隔、夜間は1時間間隔で運行している。同じくトレントバートンが運行している。 スカイリンクエクスプレスは2016年1月31日に営業を開始した。このサービスは A453 道路を通ってノッティンガムまで運行され、ノッティンガムエクスプレストランジットのクリフトンサウス電廷、ノッティンガムトレント大学、ウェスト、ブリッジフォードへアクセスしている。エアロパークイースト、ミッドランズエアロパークはイーストミッドランズ空港北西宮にあり、 多数の航空機が生体保存されておりその大部分はイギリスの製造業者が製作した機体である。エアロパークとその展示機体はエアロパークボランティアーズ協会によって管理されている。また、敷地内には滑走路を離着陸する航空機を間近で見ることができる丘が2つある。エイバ会員はエアロパークへ無料で入場することができる。エアロパークには以下の機体が展示されている。 オフィス複合施設であるペガサスビジネスパークは空港の敷地内にある。航空会社フライビーエメイは以前ペガサスビジネスパークに本社を置いていた。ありがとうございます。